おはようございます。誰が呼んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。長崎の音の宿さんでのライブが、終わりましてですね、動画撮ってなかったなと思ってですね、宿に入る前にですね、今収録に臨んでおります。住所で言うとですね、長崎のですね、チンチン電車が、路面電車があるんですけども、そのですね、赤坂というですね、駅の一つ前のこうアーケードでですね、ジョイフルさんというですね、見えないか、ジョイフルさんというですね、スーパーというんですかね、買い物をして、これから帰るというところで、長崎の中園郵便局というのが向かいにございます。はい、こんな感じで長崎のライブが無事終わりました。同級生も見に来てくださって、そして長崎音の宿の江ノ島秀美マスターがですね、お客さんを呼んでくださって、おかげでね、お客さんも思った以上にですね、お客さんが集まってくださってですね、なんかとてもね、僕も充実の長崎でのライブとなりました。本当に江ノ島秀美マスターありがとうございます。そして、海星の同級生の向井敦志君、そして向井敦志君に連れてこられた、お客さん、そしてですね、江ノ島秀美マスターにお誘っていただいて、僕のライブを初めて見た、お客さん、本当にありがとうございました。やっぱり僕自身が、まあ、うちなんちなんだけど、沖縄から、まあ、ちょっとね、長崎に、まあ、長崎海星で寮生活をしていたというですね、こともありまして、これがね、簡単そうで難しいんですよね。というのは、そのやっぱりこう、あんまり長崎時代のことをさ、こう説明しすぎるとですね、なんとなくこの沖縄から来たというこうのもちょっと離れてしまうし、でもなんかそこを泣きにするとですね、ただ沖縄から来たミュージシャンが歌うというのもなんかちょっとね、やっぱ僕が長崎に住んでたということで、そこをですね、ちゃんと沖縄の歌も歌いながら、その長崎の思い出の曲とかですね、歌ったりとか、まあ、内縄口で歌ってみたりとか、いろんな今日は、チャレンジをしたと思います。僕自身しました。その中でね、やっぱり今日音の宿の江ノ島秀美マスターもですね、僕に、話してくださってましたけれども、やっぱりそうやって初めてね、僕のライブを見るお客さんがですね、また来年以降もですね、お越しくださって、それが1人2人3人とですね、来年以降増えていけばですね、この長崎でのライブもですね、僕にとっては、第二のふるさと長崎がね、同級生が来てくれて、そして、そのライブハウスのお客さんも来てくれてということで、少しずつ少しずつね、お客さんが増えていくとですね、いいなというふうに、まあ、それは僕のチャレンジですよね。僕がいいライブをしないとね、来てくれないわけですからね。なので、まあ、僕なりにいろんなチャレンジをして、まあ、反省もあれば成果もありますが、いずれにしてもですね、僕にとってはとても、まあ、まあ、こう印象に残る、今日の長崎でのライブでした。はい、ということで、僕は今から宿に戻ります。ゲストハウスに戻ります。はい、長崎の夜お世話になりました。今日も一日サラバンジ。